皆さん風景印ってご存知ですか？風景印とは日本全国の名所などを描いた日付印のことで、郵便局によってさまざまなデザインが施されています。長崎県内446箇所ある郵便局のうち、風景印を扱っているのは126箇所。その対象の郵便局に62円以上の切手を貼っているはがきや封筒などを持っていけば、誰でも押してもらうことができるんです。今回のシリーズでは、その126箇所すべての郵便局で風景印を押してもらい、デザインされている場所を巡っていきます。さあ、広介さん、海岸沿いを進んでますけども、はい、今ですね、佐世保から、はい、大村の方に、今南の方に下ってるんですけども、次行くのは千綿郵便局ですね。ほう、千綿。風景印があるって聞いたんですけどね、何の図柄なんだろうな、ちょっとピンとこないんですが、でもここもまあよく通るとこなんですよね。今回広介さんが向かったのは、川棚町から南下したところにある東園木の千綿郵便局。一体どんな風景印に出会うんでしょうか。あ、郵便局見えました。ポストが見えました。あ、ここか。これ記憶があるな。通るときはと思ったもん。あ、ありましたね、郵便局。ありましたね。バイクもたくさん溜まってる。さあ、千綿郵便局行ってきます。いらっしゃい。国道沿いのね、便利なとこですよね。 NCC 長崎文化放送です。風景印お願いします。はい、長崎千綿郵便局。まあ、この界隈の美しい名所竜頭線と、はい、まあ、地域に伝わるなんか人形浄瑠璃が施されています。34個目の風景印は千綿郵便局の竜頭線と人形浄瑠璃です。まずは人形浄瑠璃を求めて東園木町歴史民俗資料館へ。この辺に確かなんか資料館みたいなのがあるって聞いたんですよね。だからそこに行けば浄瑠璃と出会うんじゃないかな。さあ、この辺に歴史民俗資料館みたいのがあると聞いたので、おそらくそこに行けばこの人形浄瑠璃と出会えるでしょう。歴史民俗資料館、はい、そこの奥に、あれはどう見ても浄瑠璃ですね。なんかお人形がいっぱい写ってますね。人形が、へえ、その木ってこういう浄瑠璃が有名なんだよね。知らなかった。あ、ここが有名な久子塚古墳ですね。うわ、古墳。うわ、すごい。綺麗な前方公園ですね。東園木町歴史民俗資料館。なんかいっぱい置いてますね。ね、昔の農作業の機械なんかが展示されてますね。どこにあるんだろう。あ、ありました。ここに。うわ、すごい。すごい。待ってましたとばかりに、ここに千綿の人形浄瑠璃が展示されてます。うわ、大迫力ですね。素晴らしいですね。こういう文化が、こういう長崎のこういうね、一地域に残っているということ自体がすごいことですし、まだまだ今もね、続けられているということに、なんか深く感動を覚えますね。いや、意外なところで、本当に意外な。まあ、このね、千綿の方に伝わってるってことですけども、ここにあるように千綿宿の方に伝わったとありますね。だいたい今から200年くらい前に伝わった芸能ってことで、それがまあ今もずっと伝わってて、こういうことがあるってことをちょっと勉強になりましたね。続いては竜頭線という山あいの渓谷へ。一体どんな場所なんでしょうか。広介さん、竜頭線は行かれたことはあるんですか。これまで近くまで行って、実すいません、近くまで行ったんですけど、はい、現物を見てない。なるほど。わ、結構な、奥地ですよ。奥地ですね。
なあ、すごいすごい、なんか岩からなんか水がいっぱい出てる。おお、すごいすごい、すごい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 、ここもうこれで十分じゃないか。おお、ここ、おお、ほんと秘境感がすごい、秘境が、長崎にこんなのがあるんですね。うわ、すごい。ここだ、終点。竜頭線まで歩きなさいってことです。ここまで歩きなさい。でもバス停ってどういうこと？上の方から来れるってこと？もっと上ってこと？竜頭線その先って書いてますから、ちょっと歩いて行ってみましょう。歩く、歩くってのはこれ入れないですので。山、山ですね。すごいですね、ここ。秘境感がすごいです、皆さんが知っている竜頭線は果たしてどういうところなんでしょう。あ、でもずっと歩道が作ってある。ああ、確かに。さあ、頑張って。よいしょ。すぐ出てきてくれたらいいんだけど。いや、いや。ちょっとお待ちください。すいません。はい、あ、これです。わあ、近かった。わあ、すごい。すごい。ちょっとその上まで行ってみますね。はい、わあ、こんなとこあったんだ。はあ。これ夏泳げますね。いや、すごい気持ちいいですね。うん。なんか書いてある。やっぱり。優等生の敵はここなんだ。あ、まだ奥なんですか。まだ奥なんです。でももう見えると思うんだ。さあ、あ、あそこだ。あそこのあれが、面が見えてきてるから、あそこだ。ここでしょ、ほら。ここまで来ました。うわぁ、絶景ですね、優等線。というわけで、34個目の風景印は千綿郵便局の竜頭線人形浄瑠璃でした。